レーマール・コンスタンティン・フォン・アルフェンス・レーベンはドイツの軍人。最終階級は不評代償。コンスタンティン・フォン・アルフェンス・レーベンは1809年8月26日に下級貴族の家系であるアルフェンス・レーベン家に生まれた。彼には4人の兄弟がいるが、そのうちベルナーとグスタフはそれぞれ後にプロイセン王国陸軍の中将と不評代償になる。父は プロイセン王国陸軍中佐のゲップハルト・ヨハン・フォン・アルフェンス・レイベン。母はカロリン・フリーデリケ・エレオノラ・フォン・アルフェンス・レイベンである。ベルリンで軍事協連隊の教育を終えた後、1827年にアレクサンダー皇帝第一コノエ敵団兵連隊へ、将尉として任官された。1853年までに、詳細昇進している。1858年に、 中裁昇進したフォン・アルフェンス・レイベンは、1860年から、プロイセン陸軍大臣の参謀を務め、同年大佐へ昇進。翌年、アレクサンダー皇帝第一コノエ敵団兵連隊の、司令官に就いた。以降数年間にわたり、彼は、多くの指揮官職を歴任している。1864年の第二次、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン戦争では、少々へ昇進。 1866年の広島戦争には、第2このエリョ団を率いて参戦し、7月3日のケーニヒグレーツの戦いで挙げた選考により、中将へ昇進、プールルメリット勲章を受賞している。なお、この戦いで、ビルヘルム・ヒラフォン・ゲルトリンゲン中将が戦死した。不服戦争が勃発すると、フォン・アルフェンス・レイベンは1870年7月18日に、 第3軍団の軍団司令官となった。軍団帰化の第5師団と第6師団はメス要塞に向けて進軍中だったフリードリヒカール・フォンプロイセン王子率いる部隊の配下に移った。フォンア・ルフェンス・レーベンの軍団は8月16日のマルス・ラトゥールの戦いでフランス軍を迎え撃ちビオンビルでは偵察部隊を撃破する戦果を挙げた。この結果、フランス軍を メスの西部で足止めすることに成功している。8月18日、グラブロットの戦いに加わった、彼はその後も軍団に止まり続け、10月26日にメス要塞へ至った。10月の終わりにはフランスで新たに形成されたロワール軍に軍団を向かわせ、11月28日にはボーヌラ・ロランドの戦いで劣勢となった第10軍の救出を観光した。 12月3日から4日にかけてのオルレアンの戦いでフランスを敗走させ1871年1月6日から12日のルマンの戦いで最終的な勝利を収めた1892年1月12日オルレアンの戦いでの勝利を記念してホンガアルフェンス・レイベンにクロワシ勲章と石州勲章が贈られた同年3月28日に死去 3月30日に葬儀が行われたが、その際ビルヘルム二世は彼の功績を称えて直令を発した。その結果、コトブスに駐留していた第52不評連隊に彼の名が完成られ、第52不評連隊、ホンア・アルフェンス・レイベンとして彼の名は残されることとなった。1912年にはコトブスにエミール・カウエル設計の記念碑が建てられたが、1945年、 以降に姿を消したため現在は残っていない。ありがとうございます。